かわいい、すごい、わあすごい、予定さんも見えた。うわあ、森の規模がすごすぎる。おはようございます、るりこです。さあ今日も引き続き北海道でツーリングをしていきたいと思います。ただいま洞爺湖の旅館に泊まっておりましたので、洞爺湖からスタートしていきたいと思います。よし、動かしますか。よいしょ。なんか今日はね、筋肉痛ですなんでかな、昨日そんなに撮りましたっけ。では洞爺観光ホテルさん、ありがとうございました。すごい良かったわ。昨日は本当に幸せな夜でした。行きまっせー。昨日は本当寝落ちしちゃって電気つけっぱなしで寝てたわ。でね、朝3時4時ぐらいに起きたんですけど、一瞬ね、その時にはねすごい綺麗だったんですよ。晴れてて、羊蹄山もはっきり見えてたんですけど、毎回朝起きたらすごい霧がかってて、あれって今日はね、その羊蹄山の方に行こうと思ってるんですけど、ちょっとこの霧がねどうなるか、一回目的地行って様子見ていろいろ考えようと思います。そうだ、今日の宿も取らなきゃ。おお、晴れましたすごい、多分羊蹄山、多分ねあれなんだと思うんですけど、羊蹄山挟んでこう天気が全然違うのかな。やっほー、仕方、うおー気持ちいい。わー、見れたんだけど、いやー嬉しい。あれ、ね、あれね、あれは羊蹄山ですか。お、あっちが羊蹄山。いやー、わかんねー。さあ、まもなく目的地です。ここね、北海道来て時期が合えば行ってみたかった場所なんですよ。うわー、すごーい、かわいい、かわいい、すごーい。あー、すごい、これ芝桜です、全部。あー、すごい、羊蹄山も見えた。ここが三島さんの芝桜庭園です。すごい、ライダーの方もいっぱい。はい、いただきです。すごい羊蹄山をバックにこのたくさんの芝桜、はい、こちらがですね、なんと個人のお宅で芝桜をたくさん植えられてるそうなんですね。もうね、こっちだけじゃなくって、こっちも全部芝桜です。ちょっと時期が私遅く来てるので若干枯れてる部分もあるんですけれども、でもそのおかげで今貸し切りで撮影できてます。あー、最高すぎる。もうここに来れただけで私大満足です。はい、じゃあちょっとしばらく撮影楽しみます。いやー、素敵スポットでした。あー、綺麗、本当に綺麗。あー、嬉しい。関東の方でさ、芝桜と撮れるとこってないですよね。いやー、撮りたかったんですよー、こういうの。ちょうど北海道でタイミングがあったので最高じゃあひとまず今からね、また別のスポットに向かいます。おー、この先ちょっとくねくねして楽しそう。今ね、ニセコパノラマラインっていうところに向かってるんですけど、果たしてどう？ほほ、すげー、わーすごいどっからニセコパノラマラインなのかがよく分かってなくて、ここもそうなのかな。
ニセコ町。うわすごいね。おお。雪？ここが多分ニセコパノラマライン。なんか全然景色が違う。そしてやっぱり冷える。なんかすごい看板にさ、クマに注意みたいな看板がたくさんあってビビるよね。やばーい。やばーい。いやー、うわー、森の規模がすごすぎる。すげー、おー、北海道ってすごい。はい、山を下ってきました。海と山がまた見えるところですね。さあ今からですね、クーンとあっちまで行きます。はい、海沿いに出てきました。ここもソーランラインって言うんだね。うわ、綺麗。はい、今ね海沿いをずっと突き進んでるんですけど、また先っちょに行きたいと思います。いや、なんかすごすぎ。いや、すごすぎ。なんかすごい寒いとかじゃなくて、すごすぎて鳥肌立ってる。なんか海の色が本当に綺麗。なんかシャコタンブルーって言われるぐらい海が綺麗みたいですよ。おー、なんかすごい牙みたいだね。すごい先っちょが見えました。あのね、先っちょがカムイ岬っていう先っちょみたいなんですけど、うわー、海きれい。すごい。そう、それでなんかね、駐車場からめちゃめちゃ歩くらしくって、駐車場もスーパー強風なんですって。だから怖くてで、どうしようかなって今悩み中です。あとなんか先っちょの方は女人禁制のなんか何かがあったりとか、あー、女の人いけないのか。うわー、どうしよう。でもせっかくここまで来たしな、この前の人が行くんだったら行こうかな。うん、そうしよう。行くならここをもうちょっとしたら左行く？行く？行かないの？いやー、行ってみよう。行ってみよう。行くだけ行ってみよう。で、無理だったら引き返そう。うん。はい、せっかくなのでやっぱり行くことにしました。ちょっと何分かかるかわかんないけど、頑張って歩いていきたいと思います。風が強いらしいんですが、今日多分そんな強くないかも。大変。歩きましたが、ちょっと待ってね。女人禁制の地、カムイ岬。女の人いるな。あ、いるな。あ、大丈夫なんだ。行きます。すげー、すごい、すごい。こんなすごい君の色がすごい。はい、岬に到着しました。こっちが本当に最先端。いや、結構歩きましたね。いや、すごい。海の量がさ、めちゃめちゃ綺麗なんですよ。すごい。綺麗。わかります？この透明度。ほら。すごい。なんかこんな高くにいても、大きな魚だったら肉眼でわかりそうですね。はい、じゃあまたここの道を歩いて駐車場に戻ります。はい、お昼ご飯にやってきました。
シャコタンといえばウニです。生ウニ丼、なんか有名店は今日お休みでですね、並ぶの嫌だったんで、なんかバイクがいっぱいあったところにやってきました。見てみましょう。はい、生ウニ丼高い。いくらすんだろう。時価って怖いね。でこっちのやつはさ、私さ、ほぼこういうのあんま食べれないんだよね。これね、わーどうしよう、ちょっと時価いくらか聞いてみよう。はい、生ウニ丼5000円だったので頼んじゃいました。あー高いけど食べたいから食べます。はい、じゃあしばらく待ちますね。今日の宿まだ決めてないので、てかね、満席で取れないんですよ。ちょっと探します。いただきました。ウニがすごいやばい。めっちゃ美味しいです。あ、バイクです。私は横浜です。はい。あ、このまま今日はあっちの日高の方に向かおうと思ってて、はい。遠いですか？遠いですかね？あの日高の。でもまだです。でも全然今満室なんですよね。高速とかでも3時間ぐらい。そう、3時間ならまあまあそうですね。ありがとうございます。やっぱなんか感覚おかしいのかな私。宿が取れなかったので今日は諦めて札幌付近に泊まることにします。というかね、この時間から日高に行くのは無理って言われて、ってだから悔しいから水中展望船に乗るよ。乗れんのかな。だってさ、本当はさ、日高の方に行って襟裳岬の方に翌日行けたらいいなと思ってて、なので時間が有り余ってしまったので展望船に乗ってきます。こういう楽しみがないとね、やってらんないからさ、急げ急げ急げ。お願いします。はい、今からこの船に乗ります。よいしょ。船の先端に来ました。日に焼けちゃうわ。出発します。おう、ちょっと波しぶきかかる。数多くの地震が取れました。戦国の書と言われておりました。シャコタン島の船ではなくて正解像というものに覆われますと、このように白くなります。海底は酔うのでこっちの方が気持ちいいですね。あーすごい。綺麗なシャコタンブルーの海へと変わっていきます。今からカモメに餌をあげます。
kiss you is it just because? I can't kiss you is the dishes in the sink or the lack of a wink, or just because I love my life with you.